PC エンジンミニ249画目枠電鉄2スーパー桃太郎電鉄213枠目です。ノコキズさん、黒金さん、コーヒーさん、サンジさん、はい、ねえ、おとといね、貧乏神がキングボンビが来たと。クラスおじさん、7個目さんいらっしゃい。ザコ森さんが1番さん、アランプロスさんいらっしゃい。ねえ、もうとんでもないとこではありましたが、はい、マイナス9億バーストさん、赤楚大門さん、15個目さん、チナさん、17個目さんいらっしゃい。クラスおじさん、ありがとうです。もう、9億だって。お前のちまちま売るより一気に大きいの売った方がいいのかね。ホテル売るか。せっかくラックスホテルだったらな。買い占めてるとこは売れませんよね。売れないというか、なんか色が変わってるけ。緑だね。緑変わってるんだよね。赤が農林物件だよね。でホテル売るか、しょうがないな。ラックスホテル、最近オープンしたばっかりだったのにな。おじさん、クラスおじさん、上がってないもんさ、ありがとう。やった、暗黒から解放される。うそお楽しみはこれ。嘘だろしょぼん。まあまあいいや。もうキングボンビーいなくなったから。周辺住民ハラックスホテルの閉鎖ににっこり。シング金太郎、金太郎。まだ水野社長だよね。青森ネオ神戸のホテルが売れた。水野社長もう11回目だよ。ネオ神戸のラックスホテルが。ワクオツです社長。ネコジャラシさんいらっしゃい。次はシングです。プラープラー、ブンゲンゲン、森さんが一番さん、黒金さんがありがとうございます。セミマルさんいらっしゃい。うへへ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 ちょっと、もっと悪さしないと、悪さしないと、うん、悪さしなさいよ。うっそー、新宮だよね。あんまりぶっ飛んでもな、特急でするのか。大統領に忖度？バイデン、うわー、島民使ってやろうかと思ったのにな。3回くらい行動したっかな。ルーがハーさんじゃん。ぶっ飛びでキング目的は果たした。出来心カード、おっと出来心カードがぶっけこいぶっけこいぶっけこい、ラックスホテル欲しい、ラックスホテル。あ、すいません、ホテルいらないんだ今、5900万だから。ホテルダメだ、ホテル今お金がないんだ、お金がなくなったんだ。危険水域だ今、危険水域。買えないものは買ってこないかと。よかったよかった。ならよかった。そういえば誰かお自身持っていませんか。持ってる。誰か持ってる。カズキューさんやし。エンマ使わないのかね。前回なんか使ってた気がするんだけど、ね。即終了の所持金。そうだね、危ないね、カードマン、カードマンさん危ないわ。ちらほいって買ってきやがりますが、わら。貧乏神はね、ボンビーな、クルーザー型。まあクルーザーぐらい痛くもかゆくもないね、もうね。12月、もうちょっとだから、ちょっとこの怖いカードゾーンを抜けようよ。うわエンマハ妨害系全部売って行動系カードにしてるイメージですな。ワコです。今日もキングボンビー期待してます。はい、タカさんいらっしゃい。もうキングボンビーはね、去りました。ま、ここから飛ぶのか。そんなに飛ばない？そんなに飛ばない？うん、ナルゴ。シングまで23マス。あ、ちょっと待て、今一番遠いんじゃない？大丈夫？クソ社長がちょっと若干離れた。
よしよしよし。そんなにみんな変わってないね。あ、クリスマスカード買ってる。でも今ボンビーがいるからな。そのお、軽いぞブティック、それ売ってきたのね。軽いぞ。おや、まさか来たー。なかった、早くなったね。キングオービーが出るのが、うぃ、熊本が、いや熊本が、熊本いいね。農林物件ばっかりだったけど、いやー、高さんありがとうです。大変なことになってますよ、大変なことになってるよ。危ない危ない、危ない危ない。一時帰宅だけだった、わら。お、あー、桜んぼやるけど、あ、まあ、次か、3000、大丈夫だな、大丈夫だな。わこ、今日もデビってる？この頃は、即活動なんですね。即活動ですね。76個も大事。今は、違うのかな？即じゃないの？よかった。水野社長と、あー、空いてんな。福島美味しいな。怖い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 。現在は執行猶予1ヶ月でしたっけ。今は執行猶予あるの、執行猶予。プンゲンプンゲン、怖いの、いるいるいる。ボーン、キングボービー。あ、これはまあそんなに怖くないね。クレジット支払い。プンギャンプンギャン、ちょっと待って、いるんじゃないの、あそこだよね。キングボンビー以上のハリケーンと肩の社長まで巻き込むのいるんで、キングがマシに見えますよ。キングマシですか。 今誰に買われたんだろうね。 誰にあげたんだろう。コンピューターの早いから、メッセージは自分で送れるようにしてほしい。遅れたらいいんだけどね。トランプ大統領に申請。ああ、大臣使わなかったと思ってたよ。ああ、しかしここいるぞ、キングボンビーがいるぞ、パイレン社長がいるぞ。ほらほらほら、こういうことに。あら、ナスイート県行かなかったね。あ、新宮に向かってた。キングボンビー、うわー、これきつい、これきつい。18億、あー、来た。18億って再開のトランプ社長にキングの施しが。うわー、うわー、岡山を踊りに、うわー、うわー、うわー。あー、そうだね、物件いっぱい持ってたらね、どこが行くか分かんないからね。ごっそり奪い取っていきましたね。さあ、社長の皆さん、参加の決算ですよ。まあ、キングボンビー1回入られたけど、そんなにダウンはしてないだろう。ホテル1軒売っただけだから。さあ、この1年間の収益発表したいと思います。ラグジャー19億8950万円、96個目されました。グゾー社長、トランプ社長1億、バイデン社長マイナス6940万円。バイデン社長お金が足りないって。バイデン社長、プロ野球球団手放したね。今思うと身も蓋もなく借金してまで気にしてるって。バイデン社長、ここで売りが初めて見たような気がする。決算で赤字で、炭鉱の分で。初めて見た気がするな、なんか決算で手放さないといけないっていう。うわー、水戸社長抜かれた。初めて見た、わらわら。出るだ、112個目だ。バイデン、バイデン、バイデン球団、バイデンカープだったっけ。手放しちゃった。うわー、抜かれたか。まあまあ、まだまだ。そんなに差はない。まだまだ21年目が終わっただけ。ブックキングボンビーめ。さあ、22年目。あっと、モモスラが正常に、正中に。広島バイデンカープミューリヘ。広島バイデンカープミューリエ。モモスラのせいで大阪の街は壊滅状態。水戸電鉄所、たこ焼き屋が。水戸電鉄所、たこ焼き屋。水戸電鉄所、お好み焼き屋。楽天鉄所、お好み焼き屋。水戸電鉄所、てっちり屋。あ、水戸電鉄所、てっちり屋。被害総額、楽天鉄所1000万円。水戸電鉄所6億9000万円の被害でした。プギャープギャー。いやー、大阪がこれで開いたね。食い物屋ばっかり。本当嬉しそう。わら。わお。あー、まあまあしょうがない。どっちもどこ行っても赤松だこれ。
うん、げんけんけんけん。あ、嬉しそうに放送している確率。ミノ社長、ご来たよ。いいの？ミノ社長。50%。みんな近いね。静岡は おもちゃ工場だけ空いてる。おもちゃ工場潰れたんだよ、そういえばね。おもちゃ工場潰れるからな。これ映すよね、もちろん。映すなら映すね。靴のなすりつけ合いによる助け合い。バカめ。水野社長に着くのを待ってたんだよ。水野社長行き、水野社長行き、水野社長行き。くらえ！あ、バイデン社長だ！なんだよ。まだでも、もう一枚ある。よしよしよし。わらわら、わらわら、つこう。よしよし。キングボンビー！富山を買い、撃ってきてやったぞ。よし、もう一枚くらえ。キング地獄だぞ。6月さーて、水野社長、眠ってもらいましょうかね。あー、トランプ社長、くそくそ。わらわら。あ、買うの？この状態で買っちゃうか。外れる。この状態買っちゃうか。キングボーンビ出た。20億出て、あ、でも耐えた。20億に耐えたか。でも勝手に留保している。わらわら、マルサ使うなら今だな。わら、しかしマルサはなかった。よしよしよし。水野社長などの爆買い。水野社長あれだね、あそこで買おうか。新潟空いてる、空いてるじゃん。よし、最大投資完了。ギフォンになってる。あ、戻った戻った。もう一回でな、もう一回サイコロだったら。水野社長、物件手放してたのにな。耐え切った。耐えたか、あのサイコロ攻撃に耐えたな。お、バイド、あれバイド社長、もうあれだ、早いな。もう一回やったらやばかった。もう一回やったらね、確実に。金ドブハマジできつい。なるほど、耐え切ることを見越しての先買い。耐え切ると分かってたのか。手持ちが多いな、手持ちが多いと怖いな。このまま決算になったら今年もトランプ売りかな。そうだね、何も買ってないからね。きついで、おっとセメント工場が、うわぁ。お、ドラム社長、そんな長いねんでもやな。なんか早いなぁ。夏だからあれかな。夏だから早いの。そんなことない。暑いからみんな起きちゃったよ。ボンビーレンタルカードができた。やっぽんやぷんやぷんやん。みんなは今のところ同じだな。しかしもうなんかキングボンビになるサイクルが早くなってきたからな。怖いな、怖いな。もう貧乏が見つけたくないな。ぷんやんやん。あ、シングル近づいてきたな。ぶっ飛びカード特性霊を捨てた。うんやんうんやん。あとなすりつけた。みんな鈍足になったな。鈍足だね。
いいよいいよ、でもどん底は、どん底はいいよ。おっと、バイデン社長、博多バイデンとも持ってた。博多バイデンだった。バイデン、あ、バイデン社長、両方持ってたんだよね。セリーグ、パリーグ。さあ、名古屋水野とか、博多、バイデンとか。あっと、博多バイデンズ、勝った、博多バイデンズ、3回目の優勝。博多バイデンズ、水野、名古屋水野の連覇を防いだ、博多バイデン3回目ね、3回目の優勝。そして借金、笑。そして借金で、ね。踏んだり蹴ったり、踏んだり蹴ったりだね。ボンビー、あっとキャンピングがこれは痛い。あ、またさっきだ。水野社長、やっぱさっきの大きかったね、なんだかんだ言って。さっきの捨てられたのはやっぱり痛かった。あ、特急カードもらってる。あ、危ない危ない、セーフ。今誰が離れてる？俺かな？大地震撃って、倹約令撃って、買うのはもちろんリニアカードだ。リニアカード手に入れた。もう一枚。水野社長、ボディブロー食らってますね。ボディブローが効きましたね。倹約令とかいいの持っているのに。契約レートの中で、あ、おっと、ラックス社長、広島のお好み焼き屋がテレビで取り上げられてデリシャス大人気です。どうもありがとう。食品グランプリはもらった。だ、今年は自信があるよ。お、名古屋、名古屋は何も空いてない。いやもう味がもう広ま、口コミで広まった。口コミで SNS で大評判ね。ゆべし、名古屋水野の身売り、日本シリーズに出た。その年に2年連続で黄金期だったのに、2年連続日本シリーズで黄金期だった水野で、ね、年俸が高騰して売ってしまいました。ちょっと年俸が高騰したんでしょうね。これから黄金時代だと言った直後に送りつけるという恫喝かな。電撃見売りだ。いやー、今の名古屋空いてたのにな。今倹約令、買い物ができなくなる。あ、買い物ができなくなる。ああ、それはそれであれだね、便利な。お、やった。次、あの5を進めるカードあるよ。確か5を進めるカード、次5だよね。いや、久々だね、久々だね。ラック社長のゴール。ラック社長もうまだ6回しか。あと、クルーザー買われた。あ、もうそうかそうか、今球団打って結構手持ち元気があったね。あ、もちろんぶっ飛びを買って、ぶっ飛び2枚かな、ぶっ飛び2枚買って、突起を残り買うと。でも、あ、かます止まる。6億程度で手放す成績じゃないけど。どうだろうね。もったいないな。ロシアプロ野球球団は最後まで売らないな。絶対もうどうしようもないときはしょうがないけど。おっと、造船所ピンチ。1月、よし、5マス行ったり。久々のゴールだ、久々ゴール。ふぅ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、オッケー。ラック社長、6度目のゴール。いやー、久々、住民大歓迎。どうもありがとう、ありがとう。ラック社長さんには8億1870万円の優勝賞金を。そして、水野社長、ボンビー、ボンビー。次の目的地は、パチパチパチを、大阪、近い。農林物件だらけの新聞。パチパチパチ。大阪。金太郎。イェーイ。あとあと花束ガールに殴られる社長。オッケー、ラック社長、新宮開始めー。やりました。決算が楽しみですな。よし。
ジグ意外にどちらに襲われたんだっけ。あ、違うか、どちらに襲われてない。うわー、新聞が暗黒都市に、うん、よく台風が来たのね。気のせいですね。うん、どうもされて、気のせい気のせいあ、台風の場所書いてなかったな。まあまあいっか。台風はまあ被害がそんなにね多くないから。うそ、もうついたトランプ社長、もうついた。トランプ社長5度目のゴール。横取り、わらわら。バイデン社長札幌、あ、遠い。わら、札幌買い占めたか。おっと、レンタル、浜松のレンタル、おっと、うなぎ料理屋レンタル、1000万のレンタル。いや、そんな大してあれよね。これはぶっ飛びカードで九州に行けるチャンス。うん、ぶっ飛びカードでも1枚しかないんだよな今。あるけどね、1枚だからな。まだ今大阪の人がいるからな。あ、でも あれあったでねトランプ社長ぶっ飛びカードとか持ってたよね確かね。ギャンブル、みんなね。いや、ここはちょっと伊勢のカード売り場に泊まれるかな。 1! ノーン。でもこっちにカード売り場があったような。白浜はどうだ、白浜買われてたっけ。お、開いてんじゃん、白浜ラックスホテル。白浜ラックスホテル行こうね。開いてんじゃん、開いてんじゃんね、ラックスホテル。神戸から白浜に移りました。地カード、地カード返事始まった。あっとり、いいな、リニアカードにあるな。シャレオツな、シャレオツな物件持ってますね。ああ、今リアルで行きたいのに汚染された、うん、いやいやいや、ラックドゼルもう風光明媚だね、最高ですよ景色。白浜にサーチライトが上空に舞うホテルが、よし、あ、ここフェリーの方が早いんだっけ。上からフェリーがいい。サーチライトも回らない回らないおっと、久々の子会社 V でエンタープライズ。元気な看板ある、上品上品。おっと、社長決算、伊勢の売春島レベルの汚染ぶり、わら、決算さあ皆さん、この1年間どんな経営をなさいましたか。この1年間の収益発表したいと思います。ラック社長収益21億2750万円、ミドル社14億、クソ社13億、トラブ社3億、バイデン社マイナス1億よし、また逆転。あと、ミノ社長、また、あの、キングオンビーでサイン連絡。さあ、グコ社長、やってきました。パチパチパチ。ありがとうございます。再び抜き返した。よし。カードリバー来い。5、1、2、3、4。あ、いけるいける。OK。リニアカードあるじゃない、リニアカード、ぶっ飛びカード、ちょっと保険でもう一個買って、売るのあったっけ、クレジットカード入れる、よし、うん、ギャンギャン、あとリニア、リニア、リニア、よし、もうリニアカード、これでもうリニアでいい、もうオッケーオッケー、よいしょよいしょ、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 水野社長がタイミング悪く買い物したり自業自得だからな。そうだったねー、キングオンビーの時に買ったな、ちょっとねびっくりしちゃったね。もっと水野社長考え中。ティンルンティンルン、あ、ちょっと考えてればな、おととい、あの、ちょっと右に寄り道しとけばな、キングオンビーつかなかったのにな回避できたのにな、 5進めるカードが5だったのにな、ちょうど、わらわら、あれ時は独走だったのにな、あそこまだ独走してたのに。考えてます。長いね フェリーだ。結局フェリーだ。考えております。10個中
長考。長考して。考えるの面倒いので、ゴールでいいですか？うん。ゴールできましたね。札幌23。私がその下だから 今自分が一番遠いかな。おっとセメント工場に増資。あでもこれ冬の赤マスンきついよ。今3億しか残してなかったけど冬の赤マスンいっちゃうよ。おっと中華飯店を買いました。トランプ社長、あバイデン社長が一番遠いか今。ボンビー物件売ってきた。佐世保の造船所、佐世保の造船所いいんじゃないの売られてマイナスだったし。ミド社長、東京の貸しビルの修繕費。あやばい、自分が一番遠いや。よしリニアで飛ばしちゃおった。はい、お21。いやい、おい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 、うん、どうだ、ここ赤マス5位からな、ここは。来るなよ来るなよ、デビル来るなよ。ドキュア、あーいいカード引いた。ふう、いいカード引いた、いいカード引いた。惜しい。よーし、毎回しかしデビルが出るね。この枠もリトルデビルが出たし、デビル来そうだったのに笑また出た。せっかく中央捻出した造船所という赤字企業を生産された。デビル系のカードが出なかった時いっちゃうだけだよね。ずっと出てるよね。こっちだった。こんなに出やすかったっけデビルカードって。おっとこちらも移動してきた。ふうふう、まだまだ悪魔召喚プログラムで、まだまだ悪魔召喚プログラムで、ね、準レギュラーですね。準レギュラーになってる、ね、ブロッカー。今マラサがチラッと見てた。おっと子会社オイデンエンタープライズ。あと8マス。やっぱりメガテンでカツ上げしすぎて。うーん、まあ、今夏だからいいや。レン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 、その名残が残ってんのかな。準レギュラー陣の出現率だけならサスペンダーとの打訓を抜いたという噂が。あー、初恋物語もちょっと2週目やりたいですね。まあ2週目というかもうあれ3週目ぐらいだっけ、4週目だっけ。またやりたいですね。あれまあ1週間早いですからね初恋は。アモノジャックカード、アモノジャックカードなんだ。予約カード、ボンビー物件売って佐世保の造船所、佐世保の造船所いいじゃん。佐世保の造船所売られてる。間もなくお時間です。お時間、じゃあこの月が最後かな。ゴール、ノーゴール、有能秘書。よし、赤字物件をね手放す有能秘書。あとここで水野社長がまた特製霊を売って、ぶっ飛びをもう一枚買って、ねえ、エリモにはいい物件か、特急カードかな、エリモの。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジンミニバンスーパー桃太郎電鉄2は毎週カーモクやってます。今度は火曜日ですね。本当です、本当でした。おつつです。おつおつ、はい、おつでした。おつおつでした。おやすみなさい。ここでおつんつん、おつおつでした。おつんつんです。おつぶっとび社長、お疲れ様でした。はい、おやすみなさい。おつでした。おつでした。まだラックス社長が首位キープしております。おつです。1位はちょっと抜かれましたけれども、おつです。また抜き返したラックス社長。はい、おやすみなさい。